どうも、あきチャンネルです。今回はプラナリアを除去するための仕掛けをペットボトルを使って作りました。名付けてプラナリアホイホイです。予算はほぼ0円なので、プラナリアやスネールに困っている方は一度試してください。まずはペットボトルをカットしていきます。形としてはこんな感じになります。あと切りなどで水抜きの穴を開けていきます。上の部分はグルーガンで留めてあります。こちらがメダカを管理している飼育ケースになります。真ん中の白いケース、こちらにプラナリアとメダカ、あとは南沼エビが入っています。壁にへばりついているプラナリア、わかるでしょうか。プラナリアは軟体動物なので、少し刺激を与えると小さく縮こまってしまいます。そしてこちらの仕掛けなんですが、生体が中に入った時に取り出す、出口みたいなものを作っていなかったので、少しこんな感じでカットしました。あとは餌ですが、こちらはコリドラスの餌を3粒ほど入れていきます。紐がついているので、沈める際も引き上げる際も水に触れなくて済むので便利かなと思います。こんな感じで沈めます。そして引き上げるときは紐を引っ張れば、こんな感じで水抜きの穴が開いているので簡単に引き上げることができます。あとは沈めた状態で一晩置いていこうと思います。そしてこちらが一晩経った状態になります。仕掛けの中で動いているのがわかります。南沼エビ、メダカも入ってますね。下の方にプラナリアも何匹か動いています。水槽だとエビとかもすごく繁殖してしまうので、リセットする際とかどうしてもすくうのは大変なんですよね。そんな時この仕掛けを沈めれば、簡単にエビであったりスネールであったり捕まえることができるので便利かなとは思います。それでは引き上げていきます。結構入ってますね。
ナリアも結構入ってますよ。ペットボトルに。なので上の部分をちょっと外してしまいます。グルーガンじゃなくて結束バンドとかで留めた方が開閉しやすいかなという感じですかね。これだけの生態が入っていました。南沼エビが10匹、メダカが3匹ですかね。あとプラナリアも結構10匹近く入っています。プラナリアとかスネールお困りの方は一度試してください。この後はですね、前回プラナリアの再生能力という動画を上げているんですが、そこで一つの実験を行っています。結果が出たのでご報告させていただきます。こちらが前回の動画になります。ここからは実験後の映像になります。頭部と下部、上半身と下半身を半分に切断して1週間が経過しました。この2匹のプラナリアの長さの違いがわかるでしょうか。おそらくなんですが、頭部と下部に分けたことで頭部の方は脳があるので再生速度が速いように感じます。下部は脳が再生されるまで時間がかかると思います。2匹を比べると長さの違いが全然違います。下部の頭はしっかり再生されていますが、体の方はこれから再生されると思います。脳がある方は再生速度が速くて、脳がない方は少し再生速度が遅くなる、そんな実験結果となりました。本日はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。またよろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた。